インクカートリッジ。インクカートリッジとはインクを詰めた詰め替え容器のことである。かつては万年筆用のインクタンクのことを指していたが、万年筆の需要低迷と相反するようにインクジェットリンターの需要量が増加。2011年現在ではプリンターのインクを詰めた容器のことを言うことが多い。インクタンクに水溶性のインクが入っている。カートリッジによっては、 交換式インジヘッド、ノズルのあるものもある。また、初期のものは一つのカートリッジに複数色入ったものが多かったが、この方式では、使用状況によって、各色インクの使用量にばらつきが出ることによって一色が、使い切って、他の色のインクが残った状態でも、全色でインク交換となってしまうため効率が悪く、現在では、各色それぞれに個別のカートリッジを設けて、 交換頻度やインク使用量の効率化を図っている機種が多い。インクカートリッジにはプリンターを製造したメーカーの純正品と不要になった空のカートリッジをリユースして詰め替えたり、中には全く別のカートリッジに独自のインクを充填してられるサードパーティー品、非純正品互換品とも有がある。純正品は比較的高価と感じられる価格で販売されているが、これは プリンターの販売価格を抑える代わりに、インクの代金に製造庫等を上乗せして販売するためとされる。この価格差を埋めるように、ハイカートリッジを収集し、インクを詰め替える再生業者が多数現れている。特に、サードパーティーメーカーの場合、ユニオンケミカー他は、本体のカートリッジはそのまま利用し、なくなったら IC リセッターを使ってメモリーを一度消去した上で、 インクの中身を詰め替えるという商品もある。ただし、ユニオンケミカーのよくある質問によると、純正品以外のサードパーティー商品のカートリッジに詰め替えた場合は、インク漏れ、ヘッドの詰まりによるかすれなどが発生するので絶対、使わないようにしてください。純正インクと混合させると、インクによっては凝集、インク粘土変化が発生し、プリンターヘッドを交換する恐れがあります。 また互換品の場合カートリッジの形状が異なるため注入口も開けられない、線ができないといった弊害が起こる場合もありますので必ず純正カートリッジで詰め替えるようにしてくださいと呼びかけている。また純正品のリサイクルカートリッジ以外の完全オリジナルの汎用カートリッジと言われる互換品の場合は外観、取り出し用の取っ手の有無、IC チップの違い その他が異なってしまうというケースがある。これは、プリンターメーカーがこれらのカートリッジの構造を特許出願しており、純正メーカー品と全く同じ構造にしてしまうと、的材三権の侵害を犯す可能性があり、作ることができないとされているとは関係なく製造したものですとの説明機がある。が、インクカートリッジメーカーが実際に、それに適合、 互換したプリンターでの動作確認を行っている。インクタンクの無駄なスペースを排した独自容器に純正カートリッジの2倍程度の量のインクが入っている商品なども存在する。ただしこの場合、一部商品では認識できなかったり、空打ちなどによりプリンターの破損、損壊を起こす可能性があり、対応するインクであっても不適合となる商品もある。例として、 エップスニック -55 巻の対象製品の一部など。プリンター製造各社は、インクカートリッジ裁判を横目で見るように、インクカートリッジにインク残量を検出する IC チップを装着。これはインクを使い切った後に詰め替えたとしても、プリンター側でインクの残量を例と判断するため、再利用できない仕組みとして登場した。これに対して、サードパーティー側は、 IC チップの設定を満タンに戻すリセッターをセットで販売して抵抗している。サードパーティー品の製造は使用済みの純正インクカートリッジをいかに確保するかが勝負となる再生業者に零細企業が多いことも理由。このためサードパーティー品の駆逐を目指すプリンター製造メーカーも入り乱れて量販店の店頭ではリサイクルボックス 空きカートリッジ回収箱の設置競争が行われている。メーカーとサードパーティーの回収ボックスが並べて置かれている光景も珍しくない。使用済みインクカートリッジの回収に関しては各メーカーが販売店店頭に回収ポストを設置したり、キャノンや成功エプソンではベルマーク運動への参加で教育機関からの回収を行ってい,いが、2008年4月からは プリンターメーカー6社が共同して、インクカートリッジ里帰りプロジェクトを始めることとなった。カートリッジは回収後、成功エプソンの障害者雇用施設、同社特例市会社のエプソン水辺株式会社で仕分け作業を行う。回収、仕分け後のカートリッジの再利用に関しては、各社で対応がまちまちであり、例として、キャノンでは、再び同じインクカートリッジにリサイクルする。 すなわち、純正品としてのリユースとし、エプソンでは、インクカートリッジに限らず、新しい製品の材料とする、マテリアルリサイクルを行うとしている。また、サードパーティーと言われるメーカーでもこれらの、使用済みインクカートリッジを回収、再使用が可能なものを選び、汚れ落としなどのクリーニングをした後にインクを補填した、互換、リークルインクとして発売する場合もある。この場合でも、 再使用が難しいカートリッジは、マテリアルリサイクル、または、サーマルリサイクル、焼却熱としている。ただし、純正品と必ずしも成分が一致するとは限らない、ため、若干色のムラが発生する場合がある。このため、五感品を詰めて印刷したことをキ因として故障した場合、プリンターのメーカーの無料保証機関であっても、有償修理となる場合があるとして警告しているが、一部の サードパーティーのインクメーカーがそれによって起きた故障でのアフターケアサービスを行う場合もある。また、リサイクル互換インクの一部製品では IC チップのリセットが暗号化され不十分であるため、インク残量が表示されない該当色の残量部は灰色での表示となる。ただし、インク切れの警告は出るが、問題なく使用することが可能とされている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。